皆さん、こんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。まあ、ちょっとね、いろいろあって、帰宅が遅くなったけど、うん、まあ、そんな遅くもないか。まあ、ちょっとね、いろいろありました。まあ、今日もね、一日楽しく過ごしたので、それなりに良かったかなと思います。まあ、今日はね、割と、なんか、やることがいっぱいあった気がする。でも、それなりにね、ゆっくりできたし、まあ、うん、良かったのかな。ちょっとね、予定がね、いろいろ変更になったから、それも大変だったけど、まあ、いろいろだ、今日は。うん。ちょっとね、カチ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 、ゲームをやってるけど、まあ気にしないでくれ。カチカチ音がうるさいかもしれないけど。まあ、今日は暑かったからね。で、帰りにアイスを食べてきたよ。やっぱアイスぐらい必要だよね。あと今日、昼にさ、かき氷食べたんだよね。昼にっていうか、なんていうのかな。昼過ぎにっていうか。2本目のトーク動画を撮った後に出かけた後。だから正確には、おやつぐらいの時間かな。3時ぐらいの時間かな。よく覚えてねえや。時間感覚がね、たまにね、ずれてる時あるんだよ、俺も。まあ、軽くずれてるからな、俺も。うん、まあ、いろいろとね、ありますわな。うん、まあ、でも今日は暑かったね、本当に。暑い日ってさ、やっぱり体力を奪われたりとかさ、いろいろさ、思考能力とかが奪われたりとかさ、ね、考える力が弱まったりとかするよね、どうしても。どうしてもなんか、自分ではさ、そう言うつもりなくても、ちょっと、うん。頭が働かないっていうの？そういう時あるよね、と思って。こればっかしは仕方ない。うん。こればっかしは、そういうものだから。うん。そういうものだからとしか言いようがないよ。うん、まあ、強いて言えばだ。強いて言えば、まあ、いつもより、なんか、穏やかに過ごしてたかなっていう感じはする。いつもちょっとね、ちょっと殺伐してたりとかね、予定が多かったりとかして、うん。ちょっと困ってちゃうんだ時あるけど、でも今日はだいぶ困ってちゃんが減ったから良かったかな。うん。困ったちゃんっていうほどでもないんだけど、まあ、なんていうのかな。うん。あと、暑いとさ、パソコンがさ、なんかちょっとさ、正常にさ、動作しない時あるんだよね。わかる？スマホとかもそうなんだけど。機体が熱すぎて、なんていうか、オーバーヒートを起こすみたいな感じ？わかりやすく言うと。と言えば伝わるかな。ちょっと伝わりづらいけど。まあ、伝わってくれたらいいやん。うん。たまに、その、なんていうのかな、機械がさ、正常に動かない場合も、多々ある。熱いとね。なんだろう、機械がさ、うまーくさ、なんていうのかな、噛み合わないっていうのかな、説明が難しい。やっぱりさ、コンピューターだってさ、暑いとさ、うん、機能がさ、低下するのよ。まあ多分機械詳しい人だとわかるけど、まあ、オーバーヒートに近い状態だね。なんかさ、ほんとさ、毎度馴染みながらさ、暑いとさ、いろんなことにさ、不便だよね。汗に好きっていう人もいるけどさ、まあ俺は涼しいのが好きだな、やっぱり。そして何よりもさ、うん、まあ、春が一番いいよね。春が一番さ、暑くもなく寒くもなくさ。うん、秋とかもいいよね。でも俺、暑いか寒いかだったら寒い方が全然いいって感じな。うん、中にはさ、暑いのはさ、脱げばいくらでもって言うけどさ、もう寒いのは着ないなんとかなるとかさ、でも、暑くて死ぬことはなくても、寒くて死ぬことがあるって言った人いたからな。まあ、人によるんじゃねえかな。ほんと。うん。まあ、人によっては暑くて、なんか、苦しいっていう人もいれば、寒くて苦しいっていう人もいる。ほんと、人それぞれだと思う。うん。まあ、あえて言うならば俺は、
あんま暑いの得意じゃないからな、ほんと。あの、食べ物でもそう、猫舌なタイプ、どっちかっていうと。でもいるよね、なんかさ、暑いの全くダメな人って。寒いのは全然いいんだけど、暑いのはもう全くダメっていうタイプの人いるよね。いる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 。まあそういう意味では、まあいいのかな。よくもねえけど。ちょっとね、俺もね、暑くてね、軽くね、何言ってんのかわかんなくなってくる。の熱中症ではない。心配しないで。だいぶ暑くなってくるとね、思考が停止してくるっていうかね、あれ今俺何言ってたんだっけって時とかあるから、ほんと本当に気をつけなくちゃいけない。本当に、そこは、あの、気をつけなくちゃいけない。何言おうとしてたんだっけって時とかあるからね。OK。まあさ、言葉に詰まるというかさ、まあ、語ることもね、特になくなってきたし、今日はなんかあまり話すこともないし、早めに切り上げようかなと思うんだけど、目標ね、7、8分、長くて10分ぐらい喋ろうと思ってるかな、トーク動画って。でも、だいぶ、ね、今日は、冷たいものを食べて、よかったし、まあ、これだけ暑いとさ、冷たいものも必要になるよね。もうこの時期になるとさ、冷やし中華は出てくるのね。ちょっと早いけど。冷やし中華が出てくるんだよね。まあ、冷やし中華も食べたくなるよね。冷やし中華も食べたくなるよ。わかるよ。ははははは。ね、こうも暑いとさ、冷やし中華とかかき氷とかさ、もう夏の食べ物だよね。スイカとか食べたくなってくるよね。俺どっちかって言うとスイカよりね、梨の方が好きな派なんだよな。誰も聞いてねえよって。俺果物で言うと梨が一番好きなんだよな。そもそもさ、スイカは野菜だって言った人だけどさ、俺別に野菜でも果物でもどっちでもよくねと思って。そこにこだわると思って。そういう意味ではメロンも野菜なんだっけ？なんかさ、別にさ、よくねって思うけど。そここだわりますみたいな。まあ中にはこだわるんでしょうね。よくわかんないけど。まあ、そういうとこは、こだわりたい人、こだわりたくない人で。なんか正確にはっていうさ、言葉あるじゃん。別に正確さを求めてないんですけど、みたいなね。でも、これだけ暑いとほんとね、冷たいものが美味しく食べれるから、そういう意味では、まあ、夏らしさがあっていいなと思って。あの、飲むラムネってあるじゃん。あれ好きなんだよね。飲むラムネ。まあ、あの、食べる方のさ、ポリポリしてるさ、お菓子用のさ、ラムネもあるじゃん。あれも美味しいよね。あんま食べないけど。たまに食べると、あ、美味しいなーって思う。なんでもそうだけど、食べない食べないといいんだよね。なんでもそうだよ。たまに食べるからいいんだよ。いやー、にしても、暑いね。夏は夏いねって言った人がいたんだよな。何の話でもね。いたんだよ。まあ、そんなこんなでね、暑くてもまあ、楽しくね、無理せず過ごしていこうという感じです。でもさ、確かまださ、梅雨、入りも梅雨明けもしてないんだよね、多分ね。これからまたさらに暑くなるってことでしょ。嫌じゃね？なんかほんと、暑いと厄介だよね。困ったもんだぜ。困ったもんだぜ。困っちまうぜーだよね。なんかの歌であったんだよな。困っちゃうぜーってやつ。何の歌だっけ？なんかの歌であったんだよな。困っちゃうぜー。いや、困ることなんかない。なんとかなんとかーってやつ。なんだっけ？何の歌なんだよな。なんかの歌で、困っちゃうぜーってのあったんだよ。
ょっと後で喋ってみます。うん、なんかね、ギャグ漫画日和だ。思い出した。うん、イケメンすぎて困っちゃうぜ。イケメンすぎて困ることなんとない。セレナーデマンボーってやつでしょ、確か。子供が歌ってた。なんか、聖徳太子のやつなんだよね、確かね。うん、なんか、ギャグ漫画ピアリって一時期すごい流行ったよね。うん。今最近見ないけどさ。今もやってんだっけ？ギャグ漫画って。うん。そこまで詳しくないんで。まあ、詳しい人がいたら教えてくださいな。まあ、多分ググれば出てくるんだろうけどさ。うん。まあ、一日一日ね、なんか、暑くなってきたりとか。ちょっと大変な思いもしてくるけど、無理せずね、過ごせばいいのかなと思います。うん。何事も無理しない方がいいね。本当に。なんか最近無理しないようにっていう言葉がさ、口癖になってるよね。でもそれぐらいさ、口癖になるぐらいさ、無理しないことがさ、大事だからね。本当よ。うん。まあ、なんだかんだでね、もう、10分も喋ったから、そろそろ切り上げようかな。うん。いい頃合いだよね。うん。よく喋った方だ。いっぱい喋った。いっぱい喋れましたね、今日。ね。ってなわけで、まあ、そろそろ切り上げようかな。と思います。うん。なんか尺伸ばしみたいだね。ははは。尺伸ばしって言うとさ、日本語おかしいかもしれないけど。なんか。まあ、そんな感じでね。ちょい待てよ、これ勝てるかもしれない。うん、勝った。勝ったのはいいなけど。ちょい待ちね。今ちょっとね、対戦ゲームでね、勝ったからちょっと手が離せない。ははは。勝ったのはいいんだけど、手が離せないというね。よし。ってなわけでね。まあ、勝ちで、トーク動画を締められるのはまあ、良かったのかなと思います。うん。一旦中止しましょう。なんか13分も喋ってたね。そのうちの2、3分は多分、違うことだったけど。まあ、てなわけでね、ちょっと長くなりましたが、ちょっと尻滅裂なトーク動画でしたが、聞いてくれてありがとう。この後ね、ゲーム紹介動画の方も出すので、よかったら聞いてみてください。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。